今回我々はそんな山とは無縁の悲しき県を発見。それは関東屈指のレジャー王国、千葉県。千葉県といえば、たびたびお隣埼玉に対して、関東には絶対負けない、これだぜ、これこの自然、これだぜ、オーシャンビュー、外房内房で千葉県は海に面面してるけど、埼玉は海ないじゃん、海が海の点では勝ってたっぺ、ここ海がねえんだっぺ。おなじみ海マウントでどやりがちだが、各都道府県の平均標高も調べると、日本の屋根、長野県と富士山有する山梨県がワンツーを飾る中、千葉県はというと、なんとブービーの沖縄を大きく離し、ダントツ最下位の標高たった45メートル。そこで今夜は、日本で最も標高が低い県、千葉の衝撃山事情を徹底調査。孤高の山梨キングダム、千葉県民の真実。問題の山について聞き込み開始。こちらの千葉ガールズは、千葉は山が全然ないんです、ね、確かに山ないかもしれない。確かに山ない。高尾山とかしか登らない。高尾山は東京都ですね。あ、全然千葉じゃない。全然千葉じゃない。見がればいいんじゃん。海の方が泳げるし楽しいし。なるほど。千葉サーファーにも聞くと、どう思います？百名山がないっていうことに関して。でも海があるからいいんじゃないですかね。あ、海があるからいいですか。悔しくないですか。いや、あまり悔しくない。あ、悔しくないですか。海が好きなんで。あ、やっぱ海ですか。海がある。山について聞けども、すぐさま海で返す千葉県民。おまけにディズニーあるし、ディズニーあるし、千葉ディズニーあるし、海があれば、OK、ディズニーがあれば、OK、ディズニーに山あるから。ビッグサンダーマウンテン。ビッグサンダーマウンテン。挙句の果てに千葉の名峰がビッグサンダーマウンテン。しかし日本一標高の低い千葉県にも、房総半島の南部に、お、山があるじゃないか。では一体千葉で一番高い山はどこなのだろうか。あそこの山ですけど。え、どれですか。あの、あそこ山って、その山が一番千葉県で高い。あ、あそこが一番千葉で高い山なんですか。標高どのぐらいなんですか。408.2。408.2メートル。なんと千葉の最高峰が634メートルのスカイツリーにさえ遠く及ばない。ちょっとがっかりしたが、とりあえず南房総市にある愛宕山の山頂を目指すことに。すると何やら看板が、よく見ると、え、航空自衛隊峰岡山分屯基地。実は千葉の最高峰愛宕山の山頂は自衛隊の敷地内のため、なんと立ち入り禁止。千葉には他に山らしい山はないのか。するとこちらの房総ダンディから新情報をゲット。千葉に名前がついてるような有名な山ってないんですか。のこぎり山とかありますよね。あの内房の方に行けば。何山ですか。のこぎり山とか。あ、のこぎり山、ええ、何のこぎり山。千葉の山といえばのこぎり山。すると千葉県民、のこぎり山なる謎の山を激推し。行く価値あります。あると思います。あると思います。どうですか。早速情報をもとに、噂ののこぎり山がある県南部富津市へ。すると前方に、あれか、こののこぎり山。パッと見どこにでもありそうな平凡な山だが、麓まで近づいてよく見ると、おお、山肌はゴツゴツとして、なんだかエアーズロックのよう。実はこののこぎり山は火山灰が隆起した凝灰岩の岩山で、昭和60年頃までは採石場だったという。そんなのこぎり山の山頂へは麓からロープウェイで行けるようだが、ところでこののこぎり山の標高はどのくらいあるのだろうか。329メーターでございます。329メートル。県民自慢ののこぎり山はなんと333メートルの東京タワーよりも低いじゃないか。しかしせっかくなので、のこぎり山の山頂へアタック。すると、まるでインディ・ジョーンズに出てきそうな山道が出現。
さらに奥へと進むと、おお、超立派な石の大仏が鎮座。山頂の展望台に行くと、そこはなんと飛び出した岩の上にあり、超スリリング。しかも他に高い山がないため、標高300メートルちょっととは思えない大パノラマ。すごいじゃないか、のこぎり山。さらに千葉県民にはもう一つ心の山として崇める名峰があるという。それはみんなこぞってみんな富士山。富士山めっちゃ綺麗だよね。これはちゃんとすごい綺麗だよ、自慢できる。できる。学校とかからも見えたりしますよ、富士山。こうやって海やって、富士山ドン。超綺麗。超本当。県庁所在地千葉市から富士山までは東京湾と神奈川丸ごと一軒挟んで、ものすごく離れているが、本当に千葉から富士山なんて見えるのか。そこで先ほどののこぎり山から東京湾方面に向かった次の瞬間、東京湾の向こうに、おお、本当に千葉県から富士山がドーンとはっきり見えるじゃないか。実は千葉県の内房エリアには絶景富士山スポットが目白押し、隣の隣の県からの借景ながら、この東京湾越しの富士山ビューが千葉県民の自慢なのだ。そんな千葉県の小学校では、校歌にもなんと、と千葉県なのに歌詞に堂々と富士山が入っている学校も珍しくないのだ。ところで山といえば山岳部、そこでこちら千葉県屈指の進学校、千葉東高校の山岳部へお邪魔。こちらはなんとインターハイで優勝するほどの超名門。しかし高い山がない千葉県で登山の練習はどうしているのか。千葉には山がないので、はい、毎週東京の奥多摩に、はい、時間かけて行ってます。千葉にもノコギリ山とかあるじゃないですか。こんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、ノコギリ山じゃなくて、はい、丘なんですよ。丘なんですか。あれ山じゃなくて、山じゃなくて丘なんです。ここで高校日本一に輝いた普段のトレーニングを見せていただいた。すると一歩抜きます。部長の掛け声を合図に皆さん階段を上り出した。しかもものすごいスピード。これは一体、山があんまりない千葉県ですので、こういう階段上り下りで、訓練ということで練習にしてます。毎日これやってます。あ、そうなんですね。なんと山がないために階段をひたすら40分ほど上り下りするのが千葉の定番登山トレーニングなのだ。しかし高校日本一のクライマーたちはこのトレーニングをどう思っているのか。やっぱ行けるなら山がいいんですけど、山ないんで階段で練習します。千葉県には高い山こそないが、しっかり山ライフを謳歌していた。